こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますカメラはライカの、スクリューマウント式の、レンズを装着するカメラになります。ライカバルナックと呼ばれる、シリーズというかモデルのタイプで、ライカ M 型よりも以前に作られていたタイプなんですけれども、その中でもライカの、3G というモデルのカメラになります。こちらは、ライカの M3 がですね作られた後も、作られ続けたバルナック型のカメラの、モデルになりますね。はい、シリアルが 968-922 ですので、1959年のですね製造、ドイツ製のライカ 3G ということになりますね。はい、では外観から見ていきますけれども、ご覧のようにですねこちらの 3G は針側が、前のオーナー様によってですねこのなんていうんですか、この蛇側、アナコンダのような、針側に貼り替えられておりますね。大変ですね、高級感のある針側になってますね。結構ホールドもこうすごくしやすくてですね、滑りにくくて、見た目も、まあ、なんていうんですか、ゴージャスになっていい感じの個体ですね。こういった剥がれやすいところですね、細かいところも結構きっちりと隙間なく貼られてまして、非常にきっちりとした業者の方が、専門の方が貼ったんだなっていうことがお分かりいただけますね。はい。他、外観ですけれども、軍艦部などはですね、まあ、細かいスレなどはあるんですけれども、目立つようなひどい傷や当たりは見られないですね。こういった角のぶつけやすい部分も削れたりとか、当たりがあったり、ベコベコしたりとかしないですね。アイピースも割れなどなく綺麗です。フロントも、こういったところに塗装の摩耗、メッキの摩耗も見られないですね。底の部分も、こちらは三脚化、ケースの跡がちょっと見られる程度で、ひどい擦れ傷や地面に置いたりとかですね、アルファルトでガリッとやった跡などはないですね。はい。フィルムのいじけたも綺麗ですね。はい。サイドにですね、こちらね、プラスチックの、この、ストラップの金具で傷つかないように、プラスチックの防護板が貼られてますね。はい。こちらをですね、白い板が貼られてるんですけれども、こちらがですね、ちょっと気になる方はご留意くださいませ。はい。で、ファインダーですけれども、ファインダーは、前面、背面から見てもですね、こちらとか、接眼部から見ても、ホコリチリの混入やですね、ゴミチリの混入、素材の劣化などは見られませんで、とても綺麗なファインダーになってますね。曇りカビとか、黄ばみとかも見られませんね。こちらのファインダー部分、こちらのフォーカシング部分もですね、綺麗で、とても見やすいですね。こちらのフォーカシングの部分ですね、こちらは、ファインダー部分ですね。は、3G の特徴として、ブライトフレームが見えるんですけれども、それも、あれですね。ひび割れたりとか、かすれたりとかしないでくっきりと見えてますね。放射カッシング部分、こちらもですね、二重像もくっきりはっきり見えておりまして、縦ずれなどなく、フォーカシングに難はない感じになります。はい。では、シャッターのチェック。に行きたいと思います。はい。ライカ 3G は低速のシャッターが搭載されておりますので、はい、1秒から見ていきますね。はい。こちらが1秒のシャッターになります。はい、低速シャッターきっちり切れてますね。はい。では2分の1秒いきます。はい、2分の1秒もいいですね。はい、しっかり力強く低速シャッター切れてますね。はい、次が4分の1秒です。いいですね。シャッター音もとても良くて、4分の1秒もきっちり安定して切れてますね。はい、低速シャッターに粘りやシャッターの遅れなどないのがお分かりいただけると思います。では次に、250分の1秒で見ていきますね。はい、スナップなどではよく使いになるスピードだと思います。はい、こちらもしっかりと力強く切れてますね。ちょっと見にくいかもしれませんけど。
はい、きっちりと250分の1秒のシャッターも切れているのがお分かりいただけますね。はい、またここで、こちらのセルフタイマー、こちらの動作チェックもしていきます。はい、レバーをぐっと下げて、こちらの横のボタンでスタートします。はい、途中で遅くなったりしないで、きっちり動作してますね。はい、今シャッターが切れまして、はい、これ最後まできっちりと動作しているのがお分かりいただけると思います。はい、底蓋を外していきます。底蓋外してもですね、中に腐食やサビなど、ゴミの混入もないですね。スプールももちろんついてまして、はい、中身に問題は全くないですね。はい、こちら正面から見ていただきましてもですね、シャッター膜に、汚れや痛み、ベロベロになったりとかしてないですね。はい、大変綺麗な状態になっています。付属品としてこちらのフロントキャップ、ボディキャップですね、をお付けいたします。はい、ということで、機能的にも外観的にも全く問題のない、ライカ 3G になりますけれども、こちらの、針側が蛇側に張り替えられております。はい、大変いい状態でなかなかレアな個体だと思いますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。